歌方の木、森外幼唯の獅子の引ける車の上に勢いよく突き立ちたる女神バワリアの像は千王ルードイヒ第一世がこの凱旋門に据えさせしなりという。 その元よりルードイ火町を左に折れたるところにトリエントさんの大理石にて築き起こしたる大家ありこれバワリアの主婦に名だき見物なる美術学校なり校長ピロッチーが名はおちこちに鳴り響きてドイツの国々はユーモッさらなり新ギリシアイタリアデンマークなどよりも ここに来たり集える長校、学校、数を知らず。日課を終えて後は、学校の向かいなるカフェー・ミネルワという店に入りて、カフェーのみ、酒組み交わしなどして、思い思いのぶれっす。今宵もガストーの光、半ば開きたる窓に鋭じて、うちには笑いさざめく声聞こゆるおり、 角にきかかりたる二人あり先に立ちたるは勝色の髪のそそけたるをいとわず幅広き襟飾り斜めに結びたるさまたが目にもところの美術書生と見うるなるべし立ち止まりて後なる色黒きとこに向かい「ここなり」と言いて戸口を開けつ。 まず二人が表を打つは、たばこの煙にて、にわかに入りたる目には、中なる人をも見分きがたし。日は暮れたれど暑きころなるに、窓ことごとく開け放ちはせで、かかる煙の中にいるも、らいとなりたるなるべし。エキてるならずや、いつの間にか帰りし。なお品でありするよ。 など口々に呼ぶを聞けば、かの諸生はこの群れにて馴染みあるものならん。その間、あたりなる客は珍しげに、後につきて入りきたれる男を見つめたり、見つめられる人は、座格のなめなるをいといてか、しばし眉根にしわ寄せたりしが、とばかり思い返ししにや、わずかに笑みを帯びて、 一座を見渡しぬ「この人は今月し記者にてドレスデンより気にければ茶店の様のかしことここと異なるに目を注ぎぬ。大理石の丸へいくつかあるに知らぬのかけたるは夕げ終わりし後をまだ片づけざるならん。裸なる机に寄れる客の前に据えたるどやきのきあり。 酒月は円筒型にて、寒毒りーをついつつも合わせたる大いさなるに、弓なりの取り手つけて、金ふたを調つがいに作りて置いたり、客なき机にカフェーワン置いたるを見れば、皆酒島に伏せて、糸底の上に砂糖、いく塊か漏れる小皿載せたるもおかし。客は身なりも言葉もさまざまなれど、 髪も削らず、服も整えぬは一応なり。されどあながち卑しくも見えぬは、さすが芸術世界に遊べるからにやあるらん。中にも際立ちて賑わしきは中央なる大机を占めたる一群れなり。よそには男客のみなるに、一人ここには乙女あり。今エキステルに伴われて腰人と目を合わせて、 互いに驚きたるごとし。腰人はこの群れに珍しき客なればにやまた乙女の姿は、初めて愛し人を動かすにあまりあらん。前びさし広く飾りなき棒をかぶりて、年は十七八ばかりと見ゆる顔ばせ。ウェヌスの胡蝶像を欺けり。その振る舞いには、 おのずから気高きところありて、かいなでの人と覚えず、エキステルが隣の机なる一人の肩を打ちて、何事をか語りたるをよびて、こなたには面白き話一つする人なし、この様子にては、かるたに逃れ玉突きに走るなど、忌まわしきことを民も知られず、御連れの方と共に、こなたへ来たままずや、 とえみつつ進むるその声の清気に、今腰客は耳傾けつ。マリーの君の痛ころへ、誰か行かざらん。人々も聞け。今日このミネルワの仲間に入れんとて伴いたるは、小瀬君とて、遠き山との学校なり。とエキステルに紹介せられて、従い気ぬる男の近寄りて会釈するに。 立ちて名乗りなどするは、とつくにびとのみ。さらぬは座したるままにてこたうれど、あなどりたるにもあらず。この仲間のく癖なるべし。エキステル。我がドレスデンなる身内ずねに行きしは人々も知りたり。小瀬くんには、かしこなる画道にてあい。それより交わりを結びて、こたび小瀬くん。ここなる美術学校に、 しばし足をとどめんとて旅立ちたもう折り我もともに帰り時に上りぬ人々は小瀬に迎えてはるばる気ぬる人と相知れる喜びを述べ「さて大学には御国人も折りより見ゆれど美術学校に来たもうは君が初めない。今日付玉石異なればピナコテークまた美術界の画道などもまだ見たまわじ」。 されどよそにて見たまいしところにて、南ドイツの絵をなんとか見たもう。こたび、北たまいし君が目的はいかに。など口々に問う。マリーは押しとどめて。しばししばし。各口を揃えて問わるる。小瀬くんとやらんの迷惑、人々思わずや。きかんとならば、静まりてこそ。と言うを。 さても、おみなあるじの厳しさよ。と、人々笑う。こせは、調子こそことざまんなれ、つたなからぬドイツ語にて語り入れぬ。我がミュンヘンに古紙は、この旅をはじめとせず。むとせまにここを過ぎて、ザクセンに行きぬ。その折は、ピナコテークにかけたる絵を見しのみにて、学校の人々などに交わりを結ぶことをえざりき。 そはふるさとをいでしときよりの目当てなる、ドレス店の画道へゆかんと、心のみ急がれしゆえなり。されど再びここに来て、君らがまといにいることとなりし、その因縁をば、早く当時に結びぬ。おとなげなしと言いけたで聞きたまえ。舎肉の祭り、カルネワル、はつる日のことなりき。ピナコテイクの館いでしときは、 雪今晴れて、ちまの中道なる並木の枝は、一つびつ薄き氷にて包まれたるが、今天瀬し街頭に鋭じたり、いろいろのことざまなる衣を着て、白く、また黒き百万子かけたる人、群れをなして行き来し、ここかしこなる窓には猛煎たれて、物見としたり、カルルの辻なるカフェロリアンに入れてみれば、 思い思いの仮装色を争い、中に混じりし常の衣も生えある心地す。皆これ、コロッセウム、ウィクトリアなどいう武踏場の悪を待てるなるべし。各語るところへ、胸当てに続けたる白前だれかけたる箸ため、ビールの泡立てるを揺りこすばかり盛りたる霊の大坂きを、四つ五つずつ取り手を寄せて諸手に握り持ち、 新しきたるよりとおもいておそうなりぬゆるしたまえとことわりてまえなるさかずきのみほしたりし人々にわたすをおとめここへここへとよびちかづけてまださかずきもたぬこせがまえにもおかすこせはひとくちのみてかたりつづけぬわれもかたすみなるいとうにこしかけてにぎわしきさまうちみるほどに 角野と明けて入りしは、汚げなる十五ばかりのイタリアグリウリにて、焼き栗り盛りたる紙筒を、うずたく積みし箱買い込み、マローニーセニョレ、クリメセ君と呼ぶ声も勇ましき。後につきて入りしは、十二三と見ゆるおみなの子なりき。古びたる鷹城頭巾、カプーチェ深々とかぶり、凍えてあこをなりし両手差し伸べて、 浅きめごの縁を持ちたり、めごにはトキワの葉、敷き重ねて、その上に時ならぬスミレの束を、愛らしく結びたるを載せたり、ファイルヘン・ゲフェルリヒ、スミレ・メセとうなだれたる神戸をもたげもあえでいいし声の清さ、今に忘れず、このワラべとオミナのこと、道連れとは見えねば、ワラべのいるを待ちて、 これをしように、おみなの子はこしならんと思われぬ。この二人の様のことなるは、早く我が目を生き、人を人とも思わぬほとんど肉げなる栗売り,り、優しく愛おしげなるすみれ売り、いずれも群れいる人の間を分けて、座敷の間中、帳場の前あたりまでこしころ、そこに休み至る大学学生らしき男の連れたる、 イギリだねの大犬。今まで腹ばいていたりしが、身を起こして背をくぼめ、四つ足を伸ばし、栗箱に花差し入れつ。それと見て、わらべの払いの剣とするに、驚きたる犬。あとに着きて腰視おみなの子に突き当たれば、あなやとおびえて、手に持ちし目を取り落としたり。茎に鈴み巻きたる、美しきすみれの花束。 キラキラと光りて、よもにちりぼうを、よきものえつとかのいぬ、ふみにじりては、くわえてひきちぎりなどす。床は暖炉のぬくまりにて溶けたる。靴の雪にぬれたれば、あたりの人々、かれ笑い、これののしる暇に、落下牢石、なごりなく泥土に委ねたり。くりうりのわらべは、いちやしいだして逃げ去り、 学生らしき男はあくびしつつ犬を失し、おみなの子は呆れて打ち守りたり。このすみれ売りの忍びてなかぬは、うきになれて涙の泉かれたりしか。さらずは驚きまどいて、一日のたつき、これがためにやまんとまでは思い至らざりしか。しばしありて、おみなの子は砕け残りたる花束二つ三つ、力投げに拾わんとするとき。 蝶場にいるおみなの知らせに、ここのあるじいでぬ。赤顔にて、腹つきいだしたる男の、白き前だれしたるなり、太き拳を腰に当てて、花売りの子をしばし睨み、我が店にては、のれんし、はうじいれるめいたる飽きない、せさせぬがさだめなり、とくゆきねえ、とわめきぬ。おみなの子は、 ただ言葉なくいでゆくを、万堂の百万な子、ひとしずくの涙なく見送りぬ。我はカフェー台の白銅貨を帳場の石板の上に投げ、街灯を取りていでて見死に、花売りの子は一人さめさめ,めと泣きてゆくを、呼べども帰り見ず。追いつきて、いかによき子、すみれの城取らせん、と言うを聞きて。 初めて青みつ。その表の美しさ、古き藍色の目には、そこい知らぬ憂いありて、ひとたび帰り見るときは人の腹渡をたたんとす。脳中の丸く七つやつありしを、からかごの木の葉の上に起きて与え、驚きて何とも言わぬ暇に立ち去りしが、その表、その目、いつまでも目につきて消えず。 ドレスデンに行きて、画道の学写すべき許しを得て、ウェヌス、レダ、マドンナ、ヘレナ、いずれの絵に迎えても、不思議や、スミレ売りの顔ばせ霧のごとく、我と画学との間に立ちて、衝撃をなしつ。かくては所詮、我が技の進まんことおぼつかなしと、旅店の二階にこもりて、長椅子の大井川に穴あけんとせしころもありしが、 一朝大勇猛心を奮い起こして、我があらん限りの力を込めて、この花売りの娘の姿を無休に伝えんと思い立ちぬ。差はあれど、我が三子花売りの目、春潮を眺むる喜びの色あるにあらず、暴運を送る夢見心あるにあらず、イタリア古跡の間に立たせて、辺りに一群れの白場と飛ばせんこと、ふさわしからず。 我が空想は、かの乙女をラインの騎士の岩根に折らせて、手に一針の琴を取らせ、おえつの声をいださせんと思い定めにき、したなる流れには、我一様の船を浮かべて、彼方へ向きてもろて高く上げ、表に限りなき愛を見せたり。船の巡りには数知られぬニック船、ニュムフェンなどの形波間より入れてやゆす。 今日このミュンヘンの府に来て、しばし美術学校のアトリエからんとするも、こりの中、ただこの一学校。これを、オンミラシウの間に計りて、なし果てんと願うのみ。こせは我知らず話し入りて、各言い終わりしときは、モンゴリア型の狭き目も光るばかりなりき。意識も語りけるかな、と呼ぶ者二人見たり。 エキステルは冷淡に笑えて聞きいたりしが、何時たちもその絵見に受け、一週がほどには小瀬君のアトリエ整うべきに、と言いき。マリーは物語の半ばより色をたがえて、目は小瀬が唇にのみ注ぎたりしが、手に持ちし逆きさえひとたびは震いたるようなりき。小瀬ははじめ、このまといに入りしとき。 すでに乙女の我がすみで売りに似たるに驚きしが、話に聞き惚れて、こなたを見つめたるまなざし、またずこれなりと思われぬ。子も例の空想の仕業なりやいなや。物語終わりしとき、乙女はしばし小瀬を見やりて、君はその後、再び花売りを見たまわざりしか、と問いぬ。 子世は直ちに答うべき言葉を得ざるようなりしが。いな、花売りを見し、そのゆうべの汽車にてドレス店を立ちぬ。されどなめなる言葉をとがめたまわずば聞こえはべらん。我がみで売りの子にも、我がローレライの絵にも、折よりたがわず見えたもんは恩みなり。この群れは声高く笑いぬ。乙女。 さては雅楽ならぬ我が姿と、君との間にも、その花売りの子立てりと覚えたり。我を誰とか思いたもう。立ち上がりて、真面目なりともたわぶれなりとも知られぬようなる声にて。我はそのみれ売りなり。君が情けの報いは、かくこそ。乙女は宅越しに伸び上がりて。 うつむき至るこせが頭を平手にて押さえ、そのぬかに接吻しつ。この騒ぎに乙女が前なりし酒は覆りて、もっそう浸し、机の上にこぼれたるは蛇のごとく吐いて、人々の前へ流れよらんとす。こせは熱き棚底を両耳の上に覚え、驚く間もなく、 またこれより熱き唇、ぬかに触れたり。我が共に目を回させたもうな、とエキステル呼びぬ。人々は半ば椅子より立ちて、意味じきたわぶれかな、と一人が言えば、我らはままこなるぞ悔しき、と他の一人言いて笑うを、よそなる机よりも、皆凶ありげに打ち守りぬ。 乙女がそばに座したりし一人は「我をもすさめたまわんや」と言いて、目て差し伸べて乙女が腰をかき抱きつ。乙女は「さても礼儀知らずのまま子供かな。何時らにふさわしき接吻のしかたこそあれ。と叫び、振りほどきて突き立ち、美しき目よりは稲妻出ずと思うばかり、しばし一座をにらみつ。 小瀬はただあきれにあきれて見いたりしがこの時の乙女が姿はすみれ売りにも似ずローレライにも似ずさながら凱旋門上のばわりやなりと思われぬ乙女はたが飲み干し兼カフェーワンに添えたりしコップを取りて中なる水を口に含むと見えしがただ一吹き「ママ子よママ子よんじら誰か美術のママ子ならざる」 フィレンチ派学ぶはミケランジェロ、ウィンチーが幽霊。オランダ派学ぶはルーベンス、ファン・ジークが幽霊。我が国のアルブレヒト・ドゥーレル学びたりとも、アルブレヒト・ドゥーレルが幽霊ならぬは稀ならん。街道にかけたるスツジ二つ三つ。値段よく売れたる暁には、我らは七星、我らは実血、我らは十二使徒と欲しいままに見立てしての割れ褒め。 かかる襟くずにミネルワの唇以下で触れんや。我が冷たき切符にて満足せよ。とぞ叫びける。吹きかけし霧の下なるこの演説。こせは何事ともわきまえねど、時の絵画を癒しめたる。風刺ならんとのみは押し量りて、その表を打ちあおぐに、女心バワリアに似たりと思いし威厳少しも崩れず。 言い終わりて机の上に置きたりし手袋の酒にぬれたるを取りて大股に歩みていでゆかんとっす。皆すさまじげなる景色して狂人と一人言えば近きに報いせでは山路とほかの一人言うを戸口にて振り返りて遺恨に思うべきことかは月陰に透かしてみよぬかに血の跡はとどめじ。 吹きかけしは水なれば。中怪しき乙女の去りてより、ほどなく人々荒けぬ。帰り時にエキステルに問えば、美術学校にてモデルとなる乙女の一人にて、フロイラインハンスルというものなり、見たまえしごとくきっかいなる振る舞いするゆえ、 教女なりともいい、また他のモデル娘と違えて、人に肌見せねば、片輪にやというもあり、その履歴知るものなけれど、教えありて気象世の常ならず、汚れたる行いなければ、美術書生の仲間には、喜びて友とする者を多し、良き神戸なることは見たもうごとし、と答えぬ。個性 我が家書くにもようあるべきものなり、アトリエ整わん日には、来よと伝えたまえ。エキステル、心得たり、されど十三の花売り娘にはあらず、裸体の研究、危うしとは思わずや、こせ、裸体のモデルせぬ人と君もいいしが、エキステル、下に言われたり、されど、男と接吻したるも今日初めて見き、 エキステルがこの言葉に、コセはこうなりしが、街灯を暗きしるれるモニュメントのあたりなりしかば、友は見ざりけり。コセがホテルの前にて、二人はたもとを分かちぬ。一周ほど後の,のことなりき。エキステルが終戦にて、美術学校のアトリエひと間をコセにかされぬ。南に廊下ありて、 北面の壁はガラスの大窓に半ばを閉められ、隣の的の隔てには、ただほも面の帳ばあるのみ。頃は皆月半ばなれど、旅立ちし諸を多く、隣に人もあらず、技防ぐべき憂いなきを喜びぬ。こせは雅楽の代、スタッファージュの前に立ちて、今入りし乙女に、 ローレライの絵を指差し示して。君に聞かれしはこれなり。面白げに笑いたわぶれたもうときは、差しも思われねど、おりより君が面影の、ここなる未成の人物に意図ふさわしきときあり。乙女は高く笑いて。物忘れしたもうな。恩美がローレライの元のモデル。みれ売りの子は我なりとは、さきの世も告げし者を。 各いいしがにわかに色を正して。恩味は我を信じたまわず。下にそれも無理ならず。世の人は皆我を享女なりといえば、さ思いたもうならん。この声、たわぶれとは聞こえず。こせは半信半疑したりしが、忍びかねて乙女に言う。あまりに久しくさいなみたもうな。 今も我がぬかにもゆるは君が唇なり。はかなきたあぶれと思えば、しいて忘れんとせしこと、幾度か知らねど、迷いはついに晴れず。哀れ君がとの身の上、苦しからずは聞かせたまえ。窓の元なる小机に、今こりより出したる古き絵入り新聞、使いさしたる油絵の具の鈴ず,ずつ、 粗末なるキセルにまだ巻きたばこの端の,の残れるなど乗せたるその片端に、小瀬はつらずえ尽きたり、乙女は前なる塔の椅子に腰掛けて、語り出ぬ。まず何事よりか申さん。この学校にてモデルの観察受くるときも、ハンスルという名にて通したれど、そは我が誠の名にあらず。 父はスタインバハトて、今の国王にめでられて、ひととき栄えし学校なりき。我が十二のとき、王宮の冬園、ヴィンテルガルテンに夜会ありて、二親皆招かれぬ。宴竹縄なるころ、国王見えざりければ、人々驚きて、映し上し熱帯草木屋が上に茂れる。ガラス屋根のもと、そこかここかと探し求めつ。 園の片隅には単なるジニスが刻めるファウストと乙女との名高き石像あり我が父のその辺りに来たりしとき胸さくるようなる声して助けて助けたと叫ぶものあり声を知るべに黄金の丸天井を覆いたるキオスク吾妻屋の戸口に立ち寄れば周囲に茂れるシロの葉にガス棟の光支えられたるが 古希五式にて書きし、窓ガラスを森て差し込み、薄暗く怪しげなる影をなしたるうちに、一人のおみなの二元と住まうを、控えたるは王なり。そのおみなの表見しときの、父が心はいかなりけん。彼は我が母なりき。父はあまりのことに、しばしゆた医師が、ゆりしたまえ陛下と叫びて、王を押し倒しつ。 その暇に母は走りの騎士が、不意を打たれて倒れし王は、起き上がりて父に組みつきぬ。声太りて多力なる国王に、父はいかでか叶いしうべき。組み敷かれて、傍らなりしジョロにてしたたか打たれぬ。このこと知りて勇めし、内閣の秘書官チーグレルは、ノイシュワンスタインなる党に押し込められるはずなりしが、救う人ありて助けられき。 我はその世家にありて、二親の帰るを待ちしに、はため来て父母帰りたまぬという。喜びて出向こうれば、父書か,かれて帰り、母は我を抱きて泣きぬ。乙女はしばらく木室。今朝より曇りたる空は、雨になりて、折々窓を打つ雫、はらはらと落とす。古生竜。 王の狂人となりて、スタルンベルヒの湖に近き、ベルヒという城に移されたまいしことは、昨日新聞にて読みしが、さてはその頃よりかかることありしか。乙女は五を継ぎて、王の繁華の地を開いて、ひなに住まい、昼いねて夜起きたもうは、久しきほどのことなり。ドイツ・フランスの戦ありしとき、カトリック派の国会に打ち勝ちて、 風呂者方につきし、王が中年の功は、次第に亡政の噂に覆われて、公にこそ言うものなけれ。陸軍大臣メルリンゲル、大蔵大臣リーデルなど、ゆえなくして死刑に行われんとしたるを、その筋にて秘めたるは、たれ知らぬものなし。王の昼寝したもうとは、禁じゅう皆退けられしが、上ことにマリーということ。 あまたたび言いたもうを聞きしもありという。我が母の名もマリーと言いき。望みなき恋は、王の病を超絶しにあらずや。母は顔ばせ我に似たるところありて、その美しさは旧のうちにて類いなかりきと聞きつ。父は間もなく病みて死にき。交わり広く、物惜しみせず、世事には極めてうとかりければ。 家にいざいつゆばかりもなし。それより、ダハハウエル街の北の果てに、裏屋の二階や北利氏を借りて住みしが、そこに移りてより、母も闇ぬ。かかるときに移ろうものは、人の心の花なり。数知らぬ苦しきことは、我が幼き心に、早く世の人を憎ましめき。あくる年の一月。 社肉祭の頃なりき。家財衣類なども売り尽くして、日々の煙も立てかぬるようになりしかば、貧しき子供の群れに入りて、我も炭で売ることを覚えつ。母の見まかる前、三日四日のほどを安く送りしは、恩味の賜物なりき。母の泣き片付けなどするとき世話しは、一回高く住まいたる裁縫師なり。 哀れなるみなしご一人置くべきにあらずとて、迎え取られしを喜びしこと、今思い出しても悔しきほどなり。裁縫師には娘二人ありて、痛く物好みして、自ら寺うまなるをみしが、迎え取られてより伺えば、夜に入れてしばしば客あり。酒など伸びて、果ては笑いののしり、また歌いなどす。 客はとつ国の人多く、温国の学生なども見えしようなりき。ある日、あるじ我にも新しききぬきよといいしが、その折、その男の我を見て笑いし顔。なんとなく恐ろしく、子供心にも嬉しとは思わざりき。昼過ぎし頃、四十ばかりなる知らぬ人来て、スタルンベルヒの湖水へ行かんというを、 主も共に進めき。父の世にありしき時、伴われて行きし嬉しさ。なお忘れざりしかば、しぶしぶ産めない鶴を、かくてこそ良き子なれと皆褒めつ。連れなる男は、道にて優しくのみ扱いて、かしこにては、バワリアという座敷船、ザロンダムフェルに乗り、食堂に行きて物を食わせつ。酒も勧めぬれど、 そうはなれぬものなれば、稲見て飲まざりき。ゼースハウプトに船果てしとき、その人はまた小舟を借り、これに乗りて遊ばんという。暮れゆく空に心細くなりし我は、早帰らんといえど、聞かずして小ぎいで、岸辺にそいてゆくほどに、人げ遠き足間に来たりしが、男は船をそこに止めつ。我が年はまだ十三にて、 はじめは何事ともわきまえざりしが、のちには男の顔色も変わりて恐ろしく、我にでもあらで、水に踊り入りぬ。しばしありて我に帰りしときは、古水のほとりなる漁師の家にて、貧しげなる夫婦の者に介放をせられていたりき。帰るべき家なしと言い張りて、一日二日と過ぐすうちに、漁師夫婦の出没なるになじみて、 不幸なる我が身の上を打ち明けしに、哀れがりて娘として養いぬ。ハンスルというは、この漁師の名なり。かくて漁師の娘とはなりぬれど、弱き身には船の舵取ることも叶わず。レオニのあたりに、止めるイギリス人の住めるに雇われて、駒使いになりぬ。カトリック教を信ずる養父母は、 イギリス人に使わるるを嫌いぬれど、我が物読むことなど覚えしは、かの家なりし雇い助教師、ゲルナントの恵みなり。助教師は、四十余りの諸女なりしが、家の娘の高ぶりたるよりは、我を愛すること深く、と瀬がほどに多くもあらぬ教師の蔵書、ことごとく読みき、日が読みはさこそ大ーりけめ、 また文の種類もまちまちなりき。国家が交際法あれば、フンボルトが調整術あり、ゲオテ、シルレルの師匠を半ば自由して、京に比が通俗の文学史を紐解き、あるはルーブル、ドレスデンの画像の写真へ繰り広げて、テーヌが美術論の役所をあさりぬ。こぞイギリス人一族を率いて国に帰りしちは、 しかるべき家に奉公せばやと思いしが、身元よからねば、ところの貴族などには使われず。この学校のある教師に、端なくも見出されて、モデル務め師が絵にしになりて、ついに観察うくることとなりしが、我を名高きスタインバハが娘なりとは知る人なし。今は美術家の間に立ちまじりて、ただ面白くのみ日を暮らせり。 されど、グスターフ・フライタ派は、さすが空ごといいしにあらず。美術家ほど世に行儀あしき者なければ、一人立ちて交わるには、しばしも油断すべからず。よらず、触らぬようにせばやと思いて、はからず見たもうごとき不思議のくせも者になりぬ。折々りは我が身、自らも狂人にはあらずやと疑うばかりなり。これには、 ネオに似て読みし文も少したたりをなすかと思えどもしさらば世に白紙と呼ばれる人はそもそもいかなる狂人ならん我を狂人と罵る美術から己らが狂人ならぬを憂えこそすべきなれ英雄豪傑名称大化となるには多少の狂気なくてかなわぬことはゼネカが論をもシェイクスピアが言をも待たず 見たまえ、我が学問の広きよ。狂人にして見まほしき人の狂人ならぬを見る、その悲しさ。狂人にならでもよき国王は、狂人になりぬと聞く。それも悲しい。悲しきことのみ多ければ、昼はセミと共に泣き、夜は飼わずと共に泣けど、哀れという人もなし。 御身のみはつれなくあざみ笑いたまわじと思えば心のゆくままに語るをとがめたもうなああこういうも狂気かさだめなき空に雨やみて学校の庭の木立のゆるげるのみ曇りし窓のガラスを通してみゆ。 乙女が話し聞く間、こせが胸には、さまざま感情を戦いたり。あるときは昔別れし妹に愛たる兄の心となり。あるときは肺炎に倒れ伏したるウェヌスの像に、一人悩める兆候の心となり。あるときはまた、遠女に心を動かされ、我はお知事と今しむるシャモンの心ともなりしが。 聞き終わりしときは、胸騒ぎ肉ふるいて、我にもあらで、乙女が前にひざまずかんとしつ。乙女はつと立ちて、この部屋の暑さよ。はや学校の門も刺さるる頃なるべきに、雨も晴れたり。恩みとならば恐ろしきこともなし。共にスタルンベルヒへ行きたまわずや。とそばなる棒を取りていただきつ。 そのさまこせがともにゆくべきをつゆうたがわずとおぼしこせはただ母にひかるるおさなごのごとくしたがいゆきぬ門前にて馬車やといてはしらするにほどなくていしゃばにきぬきょうは日曜なれど天気やしければにやきんごうよりかえるひともおおからでここはいとしずかなり 新聞の号外売る婦人あり。書いてみれば、国王ベルヒの城に移りて、容体穏やかなれば、ジー・グッデンも護衛を緩めさせきとなり。記者中には湖水のほとりに暑ささくる人の、物買いに譜に入れし帰るさなるがおうし。王の噂カマビスし。まだ方変手腕顔の城にいたまいしときにはにず。 心静まりたるようなり、ベルヒにうつさるる途中、ゼースハウプと似て水求めて飲みたまいしが、近き渡りなりし漁師らを見て、優しくうなずきなどしたまいぬ、とだみたる言葉にて語るは、買い物かご手に下げたるオーナーなりき。車走ること1時間。 スタルンベルヒに月しは夕べの五時なり、価値より雪てようよう一日ほどのところなれど、はやアルペン山の近さを、ただなんとなく覚えて、このくもらわしき空の景色にも、胸開きて生きせらる。車のあちこちと回り越し、丘陵のたちまち開けたるところに、広々と見ゆるは湖水なり。 停車場は西南の隅にありて、東岸なる林木、漁村は夕霧に包まれて、ほのかに認めらるれど、山に近き南の方は一望極みなし。穴井知りたる乙女に引かれて、小せは目てなる石段を登りて見るに。ここはバワリアの宝庫というホテルの前にて、屋根なきところに石づくえ。 椅子など並べたるが、今日はうごなればしめじめと人毛くなし。休児するしもべの黒き上着に、白の前かけしたるが、何事をかつぶやきつつも、机に倒しかけたる椅子を、引き起こして拭い,いたり。ふと見れば、片側の軒にそいて、つたかずら絡ませたる棚ありて、 その元なる丸机を囲みたる一群れの客あり。子はこのホテルに宿りたる人々なるべし。男女打ち交じりたるうちに、先の世ミねるはにてミし人トアリシカこせは、ゆきて物言わんとせしに。乙女押しとどめて。かしこなるは君の近づき保うべき群れにあらず。我は年若き人と二人にて来たれど。 はずべきはかなたにありて、こなたにあらず。彼は我を知りたれば、見たまえ。久しくザニエ忍びあえで隠るべし。とばかりありて、かの美術書生は果たして立ちてホテルに入りぬ。乙女はしもべを呼び近づけて、座敷船、ザロンダムフェルはまだいずべし屋ととうに。下べは飛びゆく雲を指さして、 このおぼつかなき空合いなれば、もはやいでざるべしという。さらば車にてレオニにいかばやとてことづけぬ。馬車着ぬれば、二人は乗りぬ。停車場の片へより、東の岸辺を走らす。この時、アルペンお下ろし、佐藤吹き来て、湖水の肩にり立ち込め、今井でしほとりを振り返り見るに。 次第次第にネズミ色になりて、家の胸、木の頂のみひときわ黒く見えたり。魚者振り返りて、雨なり、ほろ追うべきか、と問う。稲と答えし乙女は、小瀬に迎えて、心地よのこの遊びや。昔我が命失わんとせしも、この湖の内なり。我が命広いしもまた、 この湖の内なり。さればいかでと思う恩美に、真心打ち明けて聞こえんもここにてこそと思えば、くは誘い祭りぬ。カフェ・ロリアンにて恥ずかしき目にあいけるとき、救いたまわりし君を、また民と思う心を命にて、幾とせおかへにけん。さきのよう、ミネルワにて恩美が物語聞きしときの嬉しさ。 日頃木の端などのように重いし美術書生の仲間なりければ、人穴ずりして不敵の振る舞いせしを、明日なしとや見たまいけん。されど人生幾ばくもあらず、嬉しと思う一旦時の間に、口張り開けて笑わずば、後に悔しく思う日あらん。かく言いつつかぶりし棒を脱ぎ捨てて、こなたへ振り向きたる顔は、 大理石脈に熱血踊るごとく似て、風に吹かるる金髪は、神戸打ち降りて長くいばゆる春芽のたてがみに似たり蹴り。今日なり、今日なり、昨日ありて何かせん。明日も、あさても、むなしき名のみ、あだなる声のみ。この時、二点三点、粒太き雨は車上の二人が絹を打ちしが、 瞬く暇にげくなりて、古城よりの横しぶき、荒らかに訪れ来て、にをさしたる乙女が片方に打ちつくるを、差しのぞく小瀬が心は、ただ空にのみやなりゆくらん。乙女は伸び上がりて、魚者、逆手は取らすべし、とくかれ、一口加えよ、今一口。と叫びて、目手に小瀬がうなじを抱き、 己はうなじをそらせて仰ぎ見たりこせは綿のごとき乙女が肩に我が頭を持たせただ夢の心地してその姿を見たりしがかの凱旋門上の女神ばわりやまた胸に浮かびぬ国王のすめりというベルヒ城のもとに越しころは雨いよいよ激しくなりて 湖水の型を見渡せば、吹きをする風一陣人。濃淡の縦じを折り出して、濃きところには雨白く、淡きところには風黒し。漁車は車を止めて、しばしがほどなり、あまりに濡れて、マロードも風や引き玉まわん。また古びたれどもこの車、痛く濡らさば、主の怒りにあわん。と言いて、 手早くほろ打ちおいまた一口当てて急ぎぬ雨なおおやみなく降りて神おどろおどろしくなりはじめぬ道は林の間に入りてこの国の夏の日はまだ高かるべき頃なるにこの下道ほのぐろをなりぬ夏の日に蒸されたりし草木の 雨に潤いたる香り、車の中に吹き入るを、貸したる人の水飲むように、二人はすいたり。鳴る神の音の絶え間には、恐ろしき天気に遅れたりとも見えぬ、那覇千軽町の霊をたる声、振り立ててしばなけるは、寂しき道を一人行く人の、ことさらに歌う歌うたぐいにや。このときマリーは、 諸手をこせがうなじに組み合わせて身の重りを持たせかけたりしが木陰を盛る稲妻に照らされたる顔見合わせて笑みを含みつ哀れ二人は我を忘れ我が乗れる車を忘れ車の外なる世界をも忘れたりけん林をいでて坂道を下るほどに 風、村雲を払い去りて、雨もまたやみぬ。湖の上なる霧は、重ねたる布を一へ二へと剥ぐごとく、つかの間に晴れて、西眼なる人家も、また手に取るように見ゆ。ただここかしこなるこの下影をすぐるごとに、小に残る露の風に払われておつるを見るのみ。 レオに似て車を降りぬ。左に高くそば立ちたるは、いわゆるロットマンが丘にて、古城第一章と題したる石碑の建てるところなり。右に霊人レオニが開きぬという、水に望める坂見せあり。小瀬がかいにもろてからみて、すがるようにして歩みし乙女は、 この店の前に来て丘の方を振り返りて、我が雇われしイギリス人の住しは、この反復の家なりき、老いてある反する夫婦が漁師小屋も、もはや百歩がほどなり、我は恩みをかしこえ、伴わんと思いて腰が、胸騒ぎて耐えがたければ、この店にて行こわばや。こせは下にもとて、店に入りて遊戯あつらうるに。 七時ならでは整わず、まだ三十分待ちたまわではかなわず、という。ここは夏の間のみ客あるところにて、給仕する人もその年々に雇うなれば、マリーを知れるもなかりき。乙女はつと立ちて、桟橋につなぎし船を指さし。船こぐことを知りたもうかこせ、ドレスデンにありしとき。 公園のカロライ家にて船こぎしことあり。よくすというにあらねど、君一人渡さんほどのこと、いかでなしえざらん。乙女、庭なる椅子はぬれたり。さればとて屋根の下はあまりに熱し。しばし我を乗せてこぎたまえ。こせは脱ぎたる夏街灯を乙女に着せて、お船に乗らせ。我は貝取りてこぎいでぬ。雨はやみたれど、 天なお曇りたるに墓爵は早く岸のあなたに来ぬ先の風に揺られたる名残にや火事たたくほどの波はなおありけり岸に添いてベルヒの肩へこぎ戻すほどにレオニの村落はつるあたりに来ぬ岸辺の木立耐えたるところに政五次の次第に低くなりて波打ち際に長いす据えたるミ湯 足の一村船に触れて、さわさわと声する折から、岸辺に人の足をとして、この間をいずる姿あり。身の丈六尺に近く、黒き外套を着て、手にしぼめたるコウモリ傘を持ちたり。ゆんでに少し引き下がりて従いたるは、髭も髪も皆雪のごとくなる大きななりき。 前なる人はうつむきて歩みきぬれば、縁広き棒に顔隠れて見えざりしが、今この間をいでて湖水の方に向かい、しばし立ちとどまりて、片手に棒を脱ぎ持ちて、内あおぎたるを見れば、長き黒髪を、後ろざまにかきて広きぬかを表し、表の色灰のごとく青きに、くぼみたる目の光は人をいたり、 船にては、小瀬が街灯を背に来て、うずくまりいたるマリー。これも騎士なる人を見いたりしが、この時にわかに驚きたるごとく。彼は大なりと叫びて立ち上がりぬ。せなりし街灯は落ちたり。坊は先に脱ぎたるまま、坂せに起きていでぬれば、乱れたる黄金色の髪は、白き夏衣の肩に、 たおたおとかかりたり岸に立ちたるは実にジー・グッテンを引き連れて散歩にいでたる国王なりき怪しき幻の形を見るごとく王は甲骨として乙女の姿を見てありしがたちまち一声「マリー」と叫び持ちたる傘投げ捨てて岸の浅瀬を渡りきぬ。 乙女は後ああ叫びつつそのまま気を失いて小瀬が助くる手のまだ及ばぬ間に倒れしが傾く船の人より揺らるとともにうつ伏せになりて水に落ちぬ。湖水はこのところにて次第次第に深くなりて勾配緩やかなりければ船のとどまりしあたりも水は五尺に足らざるべし。 されど岸辺の砂は、よう,よう粘土混じりの泥となりたるに、王の足は深く陥りて、あがき自由ならず。その暇に従いたりし沖縄は、これも傘投げ捨てて追いすがり、置いても力や衰えざりけん。水を蹴りて二足見足、王の襟首むずと握りて引き戻さんとす。こなたは惹かれじとするほどに、 街頭は上着とともに翁が手に残りぬ。翁はこれをかいやり捨ててなおも王を引き寄せんとするに王は振り返りて組みつきかれこれ互いに声だに立てずしばしもみ合いたりこれただ一瞬間の異なりき。小瀬は乙女がおつる時わずかにもうつかみしが 乙女が足間隠れの杭に強く胸を打たれて「沈まんとするを」をようように引き上げ右輪の二人が争うを後に見て元腰方へこぎ返しつこせはただいかにもして乙女が命助けんと思うのみにてほかに及ぶにいとまあらざりしなりレオニの酒店の前に腰がここへは寄らず これより百歩がほどなりと聞きし、漁師夫婦が戸間屋をさしてこぎゆくに、日も早くれて、岸にはあいへん、エルレンなどの枝茂り合い広ごりて、水は入り江の形をなし、足に混じりたる水草に、白き花の咲きたるが、夕闇にほの見えたり。船にはほどけたる髪の泥水にまみれしに、 木図かかりて倒れ伏したる乙女の姿、誰か哀れと見ざらん。折しもこぎ来る船に驚きてか、足間を離れて、岸の肩へ高く飛びゆく蛍あり。哀れ、子は乙女が玉の抜けいでたるにはあらずや。しばしありて、 今まで木陰に隠れたる苫屋のともし火見えたり近寄りて「ハンスルがいいわここなりや」とおとなえば傾きし軒場の小窓飽きて白髪のオーナー船を差しのぞきつつ今年も水の神の荷へ求めつるよ主はベルヒの城へ昨日よりかり取られてまだ帰らず手当てしてミントをもいたまわばこなたへ。 と落ち着きたる声にていいて、窓のとささんとしたりしに、こせは声ふり立てて、水に落ちたるはマリーなり、そなたのマリーなり、という。オーナーは聞きも終わらず、窓のとを分け放ちたるままにて、桟橋のほとりにはせいで、泣く泣くこせを助けて、乙女を抱き入れぬ。いりてみれば、 半ば板敷きにしたる一間のみ、今火をともしたりと見ゆる小ランプかまどの上にかすかなり、よもの壁に描きたる粗末なる八祖一代きの彩色画は、すすに包まれておぼろげなり、わらびたきなどして介抱をしぬれど、乙女はよみがえらず、こせは大ーとかばねのかたわらに世を通して、 消えて後なき歌方の歌的よう過去地赤室。時は八十歴1886年6月13日の夕べの七時。バワリア王ルードウィヒ第二世は、枯水に溺れてそせられ死に。年老いたるジー・グッテンこれを救わんとて、共に命を落とし。 顔に王の遭魂をとどめて死したりという恐ろしき知らせに。明くる十四日、ミュウヘンフの騒動は大方ならず。町の角角には、黒縁取りたる張り紙に、この封印を書きたるありて、その元には人の山をなしたり。新聞号外には、王の鞄ね見出しつる折の模様に、 様々な奥説つ,つけて売るを、人々争いて買う。天虎に大ずる兵卒の制服つけて、黒利家えたるバワリア株といただける警察利の馬に乗り、または勝ち立ちにて派せちが至るなど、雑っと言わん方なし。久しく民に表を見せたまわざりし国王なれど、さすがに痛ましがりて、 憂いを含みたる顔も町に見ゆ美術学校にもこの騒ぎに紛れて新たに入りし個せが行方知れぬを心に隠る者なかりしがエキステル一人は友の上を気遣い至り6月15日の明日王の棺のベルヒ城より真夜中に府に移されしを迎えて会議し 美術学校の生徒がカフェ・ミネルワに引き上げしときエキステルはもしやと思いてコセがアトリエに入りて見しに彼はこの三日がほどに相棒変わりてシルク痩せたるごとくローレライの図のもとにひざまずきてぞいたりける国王の王子の噂に追われて レオニに近き漁師ハンスルが娘一人。同じ時に溺れぬということ。問う人もなくてやみぬ。